生理的適出。この男性に注目してください。し、し、ただし、見知らぬ女性がトイレに入るのを覗いただけで。し。予期せず、彼女に生理的に切除されることになるとは。コニテイコミは真面目で熱心な公立学校の教師です。今日は生徒の宿題を採点していたため、結果、終電に間に合わず、歩いて帰ることになった。不思議なことに、歩き始めてすぐに、父親の怒りが急速に迫り、緊急を要する。鼻炎尿ができると千里を行けると言います。下痢で歩くのが難しい。コミは我慢できずに大股で走るしかなかった。一番近い公衆トイレに駆け込んで問題を解決する。中に入る前にわざわざ確認して女性用トイレだと分かった。そこで彼に一番近いトイレを見つけて駆け込む。早速ドアを閉めてリラックスの旅を始める。甥が携帯を取り出して彼氏にメッセージを送ろうとしている。予備知識なしにトイレのドアに目をやる。人影がある。すぐに甥を叫ばせる。見上げるとぼんやりとした影が見える。し、しかし何かがはっきり見えない。し、その影をよく見ようとした瞬間、逃げられてしまった。し、し、し、慌てふためくコミはお尻を拭く余裕もない。ちょうど追いかけて真相を探ろうとしていた。トイレのドアを開けた途端、女性のシンボルを見る。ナイフを持った手が突然入ってきた。そしてちょうど追いがトイレに入るのを覗いていた。それは男性のシンボルだった。女性のシンボルは言葉を交わさず、すぐに暴行を加える。男性のシンボルに向かって手を出すことができない。黙って彼の攻撃を受ける。すぐに男性のシンボルは地面に倒れ伏していた。一歩も動けない。続くシーンは人を震え上がらせる。女性のシンボルがナイフを取り出すのが見えた。8. 男性のシンボルの下半身を直接切り取った。その後、彼を引きずり出すために力を振り絞った。しこのシーンでコミは目を見張っていた。722、コミはしばらくしてようやく気持ちを落ち着かせた。大声で叫びながらトイレの外に向かって走り出した。その速さは100メートル走の選手に匹敵する。出口の人形標識を振り返って確認するのを忘れない。目に飛び込んできたのは杖をついた男性の標識だった。体中に包帯が巻かれている。女性の標識は片手に血のついたナイフを持っていた。もう片方の手には小さなキノコを握っていた。実は男性の標識と女性の標識は、00、カップルだった。そして二人の間には誓いがあった。カバー、もし一方がもう一方を裏切るなら、そしてその代償は身体的な切断だ。画面の前のあなたたちと自分のパートナー、そんな誓いはありますか？生理的適出。